マルシーニョスピードアップします。ボックス内自分で行く右足迷わず縦に仕掛けてきましたマルシーニョ。奪い切ってスピードに乗ってペナルティーエリアまで仕掛けましたから、まあ、ヨニッチも含めてですねちょっと足は出せなかったですよね。でドリブルのコースの守備のところで、ね、かなり追いかけてますからね。そのフォアチェック加藤睦月山田右足振るポストこぼれて乾セレッソ先制拾って山中その後ろを狙いましたがつながる引きつけて中原スペース乾0-2セレッソ。川崎うまくいかなくなった時にですね左サイド右サイドにいるおっとワンタッチコントロールで入れ替わった山田が行くドリブルで運んで1対1流し込んだ3点目真ん中でどっしり構えてポストプレーという選手ではないですけどね。2人外して山根遠野小塚から左マルシーニョ早い展開コースを狙ってきましたセカンドボール拾い家永丁寧に戻してもう一度マルシーニョプッシングファウルはありません。コーナーキックそれやっぱり川崎の選手に関して言った圧力を感じてるんですよね。ちょっと西尾は難しいかもしれません。マルシーニョ中地面のフィニッシュこれは先読みをしていましたキム・ジンヒョン浮かせました裏を取って山田裕翔パトリック引きつけて原川戻す0-4勇気持ってますよね。やっぱり川崎に対して怖いですから前から行ってかわされてこう決定機作られたりするとねそれでもやっぱり勇気持ってずっと高いライン引いて前からプレッシャーかけて、まあ、押し込まれた時はゴール前にかけて半身で小林マルシーニョオフサイドはありません。セレッソサイドは小林優が流れたところのオフサイドをアピールしています。ちょっと際どい感じでしたけどねあないですね。川崎らしいゴール前の崩しですね、はい、まあ、小林優が起点になっ